天使のモーニングコール。ここ最近世間を騒がせたニュースの中に給付金4630万円の誤送金問題がありましたよね。役場のミスは当然問題ですが、それよりも振り込まれた男性が間違いだと知りつつそのお金をネットカジノなどに使ったといったことなどが報じられていました。ちょっと普通では考えられない特異な事件ではありましたが、ある意味現代を象徴しているようにも思えました。例えば他人に迷惑をかけても再生回数が伸びればいいという迷惑系 YouTuber、 若い人のみならず政治家、教育者、公務員、会社の重役など立場ある人の不祥事も後を絶ちません。うまくやり過ごせればいい、バレなければ大丈夫という思いが見えます。現代は悪いことに対する罪の意識が薄くなってきている気がします。お天道様が見ている、嘘をついたら閻魔様に舌を引っこ抜かれるなんてことは AI 時代の今は信じる人はいないのでしょうか。そんな中、先日ある霊言が本になり発刊されました。それが江戸の三大閻魔大王の霊言。読み進めるとそこには閻魔大王は架空の存在ではなくあの世に実在することが明かされています。前書きには、読者のあなたも何年後か何十年後にお会いする可能性はあるので、怖い霊存在があることだけは知っておいた方がよかろう。地上の人類は現在うぬぼれの極地にはある。教えではわからない種族には死んでも肉体があると思っているその考えに焼きを入れる必要はあろうとあります。これを読んだだけでも肝を冷やす思いがします。江戸の三大閻魔大王とは、江戸の東閻魔大王、江戸の中央閻魔大王、巣鴨の閻魔大王です。それぞれ浅草、新宿、巣鴨を管轄し担当する地獄もあるそうです。詳しくはぜひ霊言を読んでいただきたいんですが、役割としてはあの世の裁判官、死んだ後私たちを待ち受ける厳しいお裁きからは誰も逃れることはできないということです。ここで書籍書店亡霊の思い出から学びを深めたいと思います。人間の本質が魂で、魂の中心部分のところが心と言われるもので、その心の在り方というのが非常に大事なのだということです。また人間のこの世の人生というものは前世から今世へと生まれ変わって、死んだ後のあの世では今世生きたその生き方に応じた世界に行きます。あの世の世界は大きく分けて天国と地獄とに分かれています。要するに善悪というのは合計で判定されております。この世で一生を生きて、いかなる高学歴であろうと、いかなる大会社の社長であろうと、いかなる大金持ちであろうと、何兆円個人資産を持っておろうと、
一緒なのです。この心の法則から逃れることはできないのです。この法則は一定なので、その神仏の作った法則というものにのっとって人は判定されることになっている。このことをお教えしているのです。あの世の世界は大きく分けて天国と地獄に分かれていて、この世の生き方に応じた世界に行くとのことでした。江戸の三大閻魔大王の霊言を読むと、閻魔大王が善悪を判断する場合、地位もお金も名誉も関係なく、心根と動機と結果について判断するとあります。阿弥陀様やお地蔵様が救いの手を伸ばそうとしても、閻魔大王は白黒をはっきりさせて、救いのこと愛ならんと首を横に振るのが仕事だとも語られていました。書籍の表紙に描かれている青黒い肌の色をした閻魔大王、より冷徹に恐ろしく見えてきます。ならば皆さん、生きている間に天国と地獄を分ける判定基準、もっと詳しく知っておきましょう。書籍愛、自信、そして勇気にはこう説かれています。この世で偉いか偉くないかを判定する基準には、年収、地位、学歴、家柄などいろいろあります。しかしあの世へ行ったら、判定基準ははっきり言えばただ一つです。心が正しいか正しくないか、善の方に傾いているか悪の方に傾いているかという、それだけなのです。人は皆、自分の心は人に読まれないと思っていますが、もし心がガラス張りになって考えている内容が見えたとしたらどうしますか？恥ずかしくて人前を歩けなくなるでしょうか？それとも平気で大通りを歩けるでしょうか？心がガラス張りで、自分の考えていることが全部電光掲示板のように文字になって見えている状態でも、表の道を歩ける人であれば天国へ行けます。しかし恥ずかしくて、とてもではないけれども心の中を人には見せられないという人であれば地獄行きです。単純に言えばそういうことなのです。人に心の中を見られて恥ずかしいか恥ずかしくないか、これはシンプルですが非常に具体的で分かりやすい基準ですよね。恥ずかしくないと言い切れる人はどれだけいるでしょうか？それを考えるだけでもおのずと反省に入る人もいるでしょう。心だけの世界のあの世では、嘘、ごまかしは一切通じません。霊言をさらに読んでいると、ある言葉が目に留まりました。それは閻魔大王の、この日本から信仰心が絶えないようにはしてるという言葉です。結局天国に行くか
地獄に行くかを決めるのは信仰心を持っているかどうかなのだということです。意外かもしれませんが、閻魔大王には仏への信仰心があって、仏に仕えて役割としてあの世の裁判官をしている存在でもあります。地獄の鬼たちをも従える恐ろしい閻魔大王ですが、仏の思いと同じく本当は誰よりも地獄に落ちる人がいなくなるのを望んでいるのかもしれません。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。天国にも段階がある。まるで偏差値のあれみたいですけどね、学校の偏差値みたいですけど、確かにある、偏差値5ぐらいで輪切りになっている。やっぱり天国も、この偏差値が何かというと、この世は学力ですが、あの世は信仰です。信仰の偏差値なんです。信仰の偏差値でも完全に輪切りの世界なんです。もう、まあ、だから今4次元5次元6次元いっぱい行ってますけど、それぞれの次元でもまあ大きくは3段階ぐらいに分かれて、もっと細かく言うともっともっと分かれてるんです、それは信仰のレベルで分かれてるんです。だから地獄は基本的に信仰心がない人たちですね、神も仏も信じていない人たち、あるいは、宗教心があるように装ってても実は偽善者で本当は信じてなかった人たち、ね、日曜ごとに教会に行ってたけど本当は絶対信じてなかった、建前のため対面のためだけ行ってた、こんな人も地獄界に行っている。それから地獄界にもお寺寺院もあれば教会もあります。やっぱりそれ間違ったそういう牧師さん、ね、神父さん、ね、坊さんもいます。そういう人たちが地獄界の浅いところでやっぱりそういう宗教施設持ってやってます。説教してるんだから何かが間違ってるんですね、でそこでまた偽善者たちが集まって説教を受けて信仰生活やってるつもりでいるんだけど、これ抜けてない。これやっぱり間違い、信仰の間違いがある場合と信仰心がない場合、唯物論者みんな地獄行くんです。で天上界に上がると信仰、まず信仰ですね、この信仰とは何かって神とか仏を信じる心ですね。人間が霊的存在であって霊界こそ本当の世界だと、地上は仮の世界だということをとりあえず信じなければ天国に入れない。でこの信仰の原始的形態がまずなければ天国に入れない。これからあとはもう信仰のレベルに下がる、ね、まずは信じることが大事で、その次には信仰とこの行動、ね、実践、実務、これが一体化していくんですね。信じてるというだけではやっぱりやってることがどうですかと、信仰と一致していますかと、やってることと信仰が一致してくる世界が上になるんですね。だんだん上になってくる、ね、そして、だんだん愛と慈悲が強くなってきて、人のため世のため、ね、自分を捨てて働く人の方が多くなってくる。地獄界に人たちはどうですか、自分のことしか考えてないんですよ、ね、自分のことしか考えてない人が自分に最も不利な生き方をしている、ね、自分を苦しめたり悩ましたりして抜け出すのに抜け出せない。自分のことを考えた人が地獄に行って、人のことを考えた人が天国に行ってるんですよ。不思議ですね、反作用です ね。地獄から抜き出したかったら何も本当はいらない。自分の心一つ変えれば抜けられる。心の在り方を変えるだけでいいんです、ね、考え方をクラッと変える。どうかが言う奪う愛から与える愛ね、信仰の大切さね、人を大事にすること、ね、霊界があるということを信じること、ね、こういうことを知らないといけないんです。お聞きいただいた説法は書籍霊界散歩に収められています。最後に江戸の三大閻魔大王の霊言の後書きの一部を朗読します。確かにあの世で閻魔様のお裁きが待っていると思うと、この世がもっとまともな人々でいっぱいになるのは事実だろう。今は優しすぎる社会になっているので、昔の体罰を与えるような鬼体育教師はいなくなってきた。その分あの世で受けるショックとギャップは大きいかもしれない。すべてを許してくださる神だけしかいないと思っているなら間違いだとだけ述べておこう。なお本編で朗読した書籍書店亡霊の思い出、愛、自信、そして勇気についてはお近くの幸福の科学までお問い合わせください。
ではここで一曲お送りします。詩集レフトオーバー青春の名残楽曲シリーズから愛とあなたと春と、作詞作曲大川隆法総裁、歌は幸太さんです。愛は手探りで探すものだから、私は春子を春の光の中を、白い春の中に何かを見ようとして、果てもせぬ霞の海に私は漕ぎ出そう。たとえ私は何かをつかもう、握りしめたその手の中が悲しみで届けしている愛とあなたと春と、光る空がカップリング曲となってデジタル配信 CD 発売中です。天使のモーニングコール、心の教え、そして宇宙の創造、人類の創生など本当に幅広く、そして深い教えを毎週お届けしていますが、今日は閻魔大王様についてでした。本当に霊界というのはいろいろ深いなと改めてお届けしながら思っています。ではここで今おすすめの5本を紹介しましょう。色情地獄論、草津の赤鬼の霊言、それから色情地獄論2、草津の赤鬼戦慄の警告。今日お届けした内容と合わせてぜひお読みいただきたい本です。それから大川総裁は日々に様々な発信をしています。7月7日ご生誕祭についてご案内します。幸福の科学大川隆法総裁のご生誕の日、毎年全国の支部や商社ではこの日を祝してご生誕祭が開催されていますが、7月7日木曜夜、埼玉スーパーアリーナで大川隆法総裁による2022年ご生誕祭大講演会が開催予定です。大講演会演題は甘い人生観の打破、本会場完全予約制です。そして全国全世界の幸福の科学でも同時中継されます。詳しくはお近くの幸福の科学、または番組の最後にご案内している幸福の科学サービスセンターまでお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。今回のおすすめ書籍はこちらです。購入に関しては画面右上または概要欄をクリック。興味がある方はお近くの幸福の科学の支部商社にお気軽にお越しください。その際に天使のモーニングコールを聞きましたとお伝えください。チャンネル登録高評価もどうぞよろしくお願いいたします。